サンディ・マコール・スミス、1948年8月24日帯は、ローデシア生まれのスコットランドの作家、エディンバラ大学の維持法の名誉教授。20世紀後半に、維持法と、生命倫理学の権威となった。代表作は、ナンバーワン・レディーズ探偵者シリーズ。1948年、南ローデシアのブラーヨに生まれる。父は、 イギリス植民地時代の検察官だった。ブラワヨのクリスチャンブラザーズカレッジで学んだ後、スコットランドへ引っ越し、エディンバラ大学で法律を学び、学位を取得した。その後、クイーンズ大学ベルファストで法律の教弁を取りながら、小説や自動書のコンペに参加した。自動書部門で優勝し、1980年代から1990年代には30冊の 自動書を出版した。1981年、ボツワナ大学創設の協力と法律の教鞭を取るため、アフリカ南部を訪れる。そこで、現在も国の法体系の唯一の書き物である、ザ・クリミナル・ロー・ブ・ボツワナを共同で執筆した。1984年、エディンバラへ戻って、以降、現在も同地に、内海の妻と二人の娘と暮らしている。 エディンバラ大学の法学部教授を経て、同学と同学ロースクールの名誉教授となる。ジェームズ・テート・ブラック記念賞の関係で、現在も大学に泊まっている。イギリスの医学士、BMJ の倫理委員会の委員長、イギリスの人遺伝学委員会の副委員長、ユネスコの国際生命倫理委員会のメンバーを務めた。作家として成功した後、これらの委員会を辞した。 2006年12月、文学での貢献により CBE を授与される。2007年6月、エディンバラ大学ロースクールの創立300年を記念するセレモニーで、法学博士の名誉学位を授けられる。ファゴットのアマチュア奏者で、ザリアリー・テリブル・オーケストラの創設者の一人でもある。ボツワナで初となるオペラのトレーニングセンター、ナンバーワン・レディーズ・オペラ・ハウスの創設に協力し、 初公演のために、オカバンゴデルタを舞台とした、マクベスのリブレットを執筆した。2009年、イギリスの38人の作家による、短編集プロジェクト、オックス・テールズのためにスティル・ライフを寄稿した。全アメリカ合衆国大統領夫人、ローラ・ブッシュは、レッドホットチリペッパーズのフリーと同じくらい、マコール・スミスの大ファンである。ヘルシンキで著書にサインをするマコール・スミス。 ありがとうございます。